私たちの周りにはたくさんの薬がありますが、そのスペシャリストが薬剤師です。薬の富山と言われている富山県は製薬企業が多く、薬剤師のニーズも特に高い県となっています。今回は薬のスペシャリスト、薬剤師の魅力と薬剤師を確保するための取り組みについてお伝えします。薬剤師は私たちが病気になった時、その症状に合った薬を調剤してくれたり、効果や使い方を教えてくれたりするなくてはならない存在です。病院や薬局だけではなく、企業などでも多くの薬剤師が活躍しています。一方で都市部への薬剤師の集中といった影響もあり、今県内では薬剤師のなり手を増やすことが求められています。薬剤師になるにはどうしたらいいのでしょうか。そしてどんな学生たちがいるんでしょう。薬剤師は国家試験に合格しないとなれません。国家試験を受けるには大学の薬学部で6年生の薬剤師養成課程を修了する必要があります。富山大学薬学部薬学科は県内唯一の育成機関で、現在およそ390人が学んでいます。私は両親が薬剤師でなので、家で親が薬の話をしているのを聞いて、薬に興味を持って薬学を学んでみたいなって思ったのが薬剤師になりたいと思ったきっかけです。姉が看護師であったこともあって、医療系については興味が昔からありました。より日常的に関わる機会の多い薬について深く学びたいと思って薬剤師になりたいと思いました。薬剤師国家試験の合格率はここ数年 70% 前後で推移していますが、富山大学の場合、過去5年の平均で見ると新卒者のおよそ 90% が合格しています。進学先にここ富山大学を選んだのはどうしてだったんでしょうか。他の大学だと入学してから4年生に進むか6年生に進むか決まるっていうところもあるんですけど、富山大学薬学部の場合は入学するときから薬学科を選ぶことができて、薬剤師になりたいっていう気持ちが強かった自分にとってはぴったりだなと思って選びました。富山は薬の富山で有名だったっていうこともありましたし、あとは大学生活6年間と長いので、住み慣れた富山県で生活した方がやりやすいかなという気持ちもありました。研究開発職として新しい製剤の開発に取り組んだり、医療現場に安定的に医薬品を供給して患者さんの役に立ちたいなと思っています。私は薬局の薬剤師を志望しているんですけども、しっかり患者さんと会話をして患者さんに寄り添えるような、そんな薬剤師になりたいなと思います。都道府県別の人口1000人あたりで見た薬学部に進学した学生の割合です。富山県はワースト2位となっています。このため富山大学は県内から薬学部に進む学生を増やし、卒業後の県内定着を進めるため、昨年度から国立大学の薬学部としては全国で初めてとなる地域枠を創設しました。こちらではどういったことが学べるんでしょうか。見たり聞いたり体験したり、そういうことで参加型の形での授業というものをたくさん組み込んでいます。県内の製薬企業の方に来ていただいてディスカッションする、そういったような科目もありますし、病院を中心とした医療機関ですとか県内の製薬企業にインターンシップの形で出かけていっていろいろ体験していただくと、地域枠で入学した学生さんがリーダーシップを発揮するような形でグループワークを行いまして、富山県にゆかりのある薬剤ですとか製剤、そういったものの調査研究を行うといったような授業もあります。地域枠生を支援するため、県は入学金、授業料に加え月5万円の修学費など6年間で
709万円を奨学金として貸与することにしています。奨学金は薬剤師国家試験に合格し、県内の公的病院や県内製薬企業、行政機関で9年間薬剤師として勤務することで返還が免除されます。地域でしっかり活躍できるような薬剤師、地域貢献マインドというものをしっかり持ってくれるような人材を地域枠のところでは育成していきますし、それ以外にも医薬密接連携型のマインドを持ったそういった薬剤師を全体的に育てていくというふうに考えております。薬剤師となった時、病院や薬局で働く以外に一般企業でも専門職としてその実力を発揮できます。どんな仕事があるんでしょうか。富山市に本社がある医薬品の製造販売などを手掛けるダイトです。1942年創業で、原薬から製剤までの一貫した生産体制に強みがあり、従業員数はおよそ820人です。千田雄介さんは入社14年目、富山大学を卒業後、薬剤師としてこの会社に就職し、製造管理者として実力を発揮しています。どうして薬剤師になろうと思ったんでしょうか。自分のおじいさんにあたる人ががんになって闘病で、すごい病院で長いこと治療して、で弱っていく姿とかを見たので、そういう人の役に立つような仕事に就きたいなっていうところで薬剤師になりました。今は製造管理、品質管理に関わる仕事をしてまして、医薬品の品質に関わる仕事の方をしてます。千田さんは病院や薬局ではなく製薬企業への就職を選びました。周りの人では結構薬局の方に勤める人が多かったんですけど、私は製薬企業に勤めて、医薬品の開発がやりたかったということがありまして、一般企業に就職しました。県内で薬剤師の確保が厳しい現状に、病院だけではなく企業側も対応を迫られています。大塚康信社長自身も薬剤師の資格を持っていることから危機感を強めています。今薬剤師の確保が難しいという現状についてはどうお考えですか。初任給の高いところへ、どうしても流れると、我々富山県内の方で、いわゆる製薬企業に勤める薬剤師はなかなか確保ができないというような状況でございます。薬剤師という資格を取ればですね、一応手当として月額に3万の資格手当というものを出して、今できるだけ薬剤師を集めとるというような状況でございます。富山県の医薬品産業といいますか、薬の富山というのはどうしても薬剤師の絶対条件になってきますので、薬剤師の確保というのは本当に死活問題というふうに思っております。ダイトでは薬剤師を確保するため、県外の学校での説明会実施に力を入れるなど取り組みを進めています。薬剤師不足が続く中、地域枠の創設など県と富山大学の取り組みに期待しています。いわゆる地域枠ということで10名の定員を増やしていただいたというのは大変こうありがたいと思っております。9年間は必ず勤めていただく、それが結果的に言うと定年まで勤めていただけるという形になりますので、定着率もですね、当然良くなるというふうに思っております。製薬企業に勤めたいという方が何名出るかは分かりませんが、我々としては大変こう期待をしておりますし、それによってですね、研究開発なり品質管理の人員が確保できるということに対して大変ありがたい、いわゆる事業だというふうに思っております。医薬品が患者さんのところに届いてちゃんと使われているというか、薬局に並んでたりとか、あと家族が自分の開発した医薬品とか自分の会社の医薬品を飲んでたりするときはやりがいを感じます。研究開発から品質保証まで、いろんな仕事ができるので、本当にいろんなことに挑戦できるお仕事ということで、きっともうお勧めしたいです。今回は薬剤師の確保を進めるための地域枠の取り組みや、薬剤師を目指す学生たち、企業で実際に活躍する薬剤師の熱い思いに触れることができました。私たちの命を守るためにも薬剤師は大切な存在です。
この仕事を志す人がもっと増えたらいいなと思いました。夏休みに合わせて全国の薬学生の4年生と5年生を対象に県内3つの病院で病院薬剤師の仕事を体験する3日間の短期インターンシップを行います。県外からの参加者には最大3万円の交通費を支給します。中学生や高校生たちにもっと薬剤師の仕事を知ってもらおうと県では毎年薬剤師のお仕事体験学習を行っています。この体験学習では薬局や病院、研究機関での体験が用意されていて調剤や薬の開発に触れることができます。なんだか面白そうですね。懐かしい風景、懐かしい人たち、あの日の富山をちょっと思い出してみませんか。ご覧いただいているのは1964年の映像です。タイトルには富山大学薬学部移転と書いてありました。富山大学薬学部の歴史は1893年に設立された共立富山薬学校から始まっています。130年以上の歴史があるんですね。現在富山大学薬学部には薬剤師を育成する薬学科と研究分野で活躍する人材を育成する創薬科学科があり、560人ほどの学生が学んでいます。時代が変わっても人の命を守りたいという思いは変わることがありませんね。番組をご覧の皆さんの中から好きな富山県産品を1点選べる富山カード35を1人にプレゼント。感想や県への質問を書いてご応募ください。富山観光塾の塾生を募集しています。観光地域づくりなどの基礎知識を学ぶコースから観光ガイドに必要なスキルを学ぶ専門的なコースなどがあります。参加料が必要です。詳しくはお問い合わせください。自転車に乗るときは交通事故に気をつけてください。万が一転倒したときに備えて大人も子どもも乗車用ヘルメットを着用しましょう。安全利用五則を守って自転車を安全に利用してください。次回は水害防止の取り組みをお送りします。この番組は KNB ウェブからもご覧になれます。